9月2日のお玉の水槽でございます。だいぶ大きくなってきましたね。動きも見えるようになってきて、分かりやすくなりました。意外なのが、ボウフラが減った？ボウフラが減ったですね。ボウフラなんかもっとこっちゃりいたはずなのに、目立つやつがいない。ということはやっぱり二大作戦が効いたのかもしれないなと。そしてオタマジャクシが食ってんのかもしれないですね。なんか去年のリベンジを果たしてるような感じです。去年はね、ボウフラがオタマジャクシを食べるというね、もう本当にそんなことがあるのっていうようなことが起こってたんで、ほとんどいない、数えるほどしかいない。しかもちっちゃい。これはオタマジャクシ優勢か。結構オタマジャクシの数もいますし、今回はカエルになれるやつもたくさんいそうです。オッケーオッケー。さあ6月3日に続きます。